ごきげん。ありがとうございます。高知で輝きを増しているようこです。突然ですが皆さん、地域活動ご存知ですか？川をきれいにしよう、清掃活動、登下校の安全安心見守り隊、そして保護者会、どれも正解です。他にもいろいろあります。その中で私たち学生は地域の若者団体青年団と一緒になって、夏祭りや防災イベント、主に地域行事の地域活動を行っています。何それわかんないってつぶやいたそこのあなた、百聞は一見にしかず、まずはこちらの映像をご覧ください。僕らまだ始まったばかりだろ、28日日曜日、その名も高知県の入学式、ぜひご参加ください。ご覧になってくださってありがとうございました。それでは皆さん、ごきげんようこ、またねー。